皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。えー、またまた、久しぶりの動画になってしまったんですけれども、まあ、あの、前回ですね、あの、ゴールデミックに入るにあたって、えー、まあ、あの、体験発掘がちょっとね、えー、制限されてしまっていたので、えー、ハンマードリルを購入して、まあ、それを使ってね、えー、化石発掘やっていこうかな、ということを言っていたんですけれども、あの動画を出した、 数日後にですね、あのー、盛大に腰をやらかしました。はい。えー、で、まあ、あの、これでよけい風石発掘に行くどころか、もう本当にあの、歩くのさえちょっと困難な状況に陥りまして、えー、ちょっと、その、うん、痛めた腰を養生して、まあ、なんだかんだありまして、まああ、動画やっと今撮れたのが今、まあ、6月の終わりくらいになってくらいなんですけれども、ま、あその、 ゴールデンウィークはね、えー、本当に何もできなかったんで、まあ、今回の動画はですね、えー、その、春から、まあ、初夏にかけての、大気白星でできた化石の総括なんかをね、えー、やっておきたいなと思います。はい。まあ、春の、まあ、4月ですね。4月の20日なんですけども、はい。まずはこちら、ドドンと。はい。アンモナイトのアナゴードリスラスですね。はい。 はい、こちら、まあ、直径はだいたい、まあ、15センチくらいあるんですかね。はい。で、まあ、この辺はちょっと、まあ潰れてなくなっちゃってる感じなんですけど、まあ、この化石がですね、えー、どういうふうに出てきたかっていうのを、まずちょっと再現しますと、ここに、この上に、この、またアナゴードリセラスのこれかけらなんですけど、これこの乗っかった状態で、えー、出てきたんですね、これね。はい。 なもんで、えー、もしかしてこれ、アンモナイトがこう二つ重なって、あの、稼ぎになったのって思ったんですけど、まあ、あの、よく見ると、これはですね、ここ、この辺から多分こう脱落して、まあ、たまたまこの上に、こう乗っかって、えー、稼ぎになったということかな、っていう感じに落ちついたんですけども、 でまあ、この乗っかってる方をですね、まあ、クリーニングしてたら、ここにですね、はい、ちょっとそう分からづらいかもしれないですけど、ここに、ね、魚の歯が出てきたんですね、これね。だもんで、うん、じゃあこれは、魚に襲われちゃったアンモナイトなのかな、ということを、ちょっとね、えー、妄想したんですけども、まあ、さすがに、まあ、これはたまたまここにね、魚の歯が <laughs> 埋まって出てきただけだな、という感じもするんですけどもね、はい。 でまあ、この下側にこれガンがついたままになってるんですけど、まあ、本来でしたらねこれガンも外してこう化石だけにしたいところなんですけどもこれをまあこう横からこう見ていただくとですね、はい、こう縦にこうシュッとこうね下に向かってこう細くなってると思うんですけども多分これですねこの下側のところがもうほぼこうペラペラのおせんべい状態になってるんですね。 でね、この真ん中のこのおへそって言いますけど、まあこのへそのところも本当にこうペラペラの状態なんで、このボガンからこう外しちゃうとですね、もうこの中心部分、これほぼこの裏側はこの石のボガンがあるんで、これを剥がしちゃうとこの化石自体がまあぶっ壊れちゃうということで、まあこのボガンはえ残してあるんですけど、 まあでも、いずれはですね、まあ精密にクリーニングして、できればこの、えー、化石部分をまあ外してみたいなとは思うんですけど、ちょっと難易度はかなり高そうですね。はい。はい。続いてもこれアンモナイトの化石になるんですけれども、ちょっと小さいんですけどもね。はい。こちら、えー、ここにラベルがついてますけども、えー、横山をセらすという,うアンモナイトですね。はい。こちらですね、あの、 一番、こう、硬い、路頭では硬い石のコンクリートの中に、こう、入ってたものなんですけども、まあ、硬い石に入ってたことによって、割とこうね、ええー、まあ、あまり綺麗に出てこない、えー、このアモナイスセンターの化石の中では、割と綺麗に、こう、保存がされてたものだと思うんですけども、まあ、ちょっと、クリーニングの、<laughs> まあ、ちょっとクリーニング段階でちょっとね、壊、えー、しちゃった部分があって、それを、まあ、こう、修復したものなんですけど、で、これ、あの、パッと、 見た時はですね、あの、まあ、小さいメソプドシアかなと思ったんですけども、この、こう、ぐるぐると巻いてる途中に、こう、白っぽい線が何文か入ってるかなと思うんですけども、ま、あその、若干太くなってる6の部分がですね、ま、あ普通はこう、盛り上がってるはずなんですよね。あのー、 細かい録が入って、この、時がところに入って、こる太い録も、こう、他と一緒に、こう、盛り上がってるはずなんですけども、これは逆に、下に、こう、えぐれてる、こう、下がってる感じになってるんですね。だもんで、これ、えー、めそぶぞし、たまたま、あの、福島県立博物館の、まあ、研究員さんの方が、ああ、来られた時に、まあ、ちょっと聞いてみたんですけども、まあ、これは、あの、こちらの横山をセラスで、うん、間違いないんじゃないんですか、という。 いうふうに、まあ、お極めをいただきまして、まあ、こうやってね、えー、童ができたわけなんですけども、まあ、この横山オセラスは、まあ、初産ではないんでしょうけども、かなりね、えー、レアなアンモナイトの化石が見つかりましたね。はい。で、まあ、この、春から初夏にかけては、まあ、そんなに大きいアンモナイトは、あ,あまり出てこなかったんですけども、まあ、こういった、はい、異常巻きの、 アンモナイトが2個並んで入ってたりという化石ですとか小さいアンモナイトは結構いくつか見つかってますはい続いてはこちら小さいんですけれどもこれサメの葉なんですけれどもこちらはクサンピロドンというですねカグラザメの一種の化石なんですけれどもまあこれ幅はだいま体 1cm くらいでちょっとこれ拡大図出しますけれどもこのようにですね 刃がこうね、放射状にこう生えてて、これ多分こっち側、こっち側ちょっとねあの、欠けちゃってなくなってるんですけど、まあ、もしかするとこうね、掘り出す時ときにあの壊しちゃったかなとは思うんですけど、あの、完品だったかもしれないですね。はい。で、まあ逆にですね、その壊しちゃったことによって、えー、あの、没収は免れた刃です。はい。で、まあこれですね、えー、壊れちゃった状態で、まあ、ゴギザ。 5本ギギザギザがあるんですけど、まあ、完全に残っていればこっちにですね、もっと3ギザぐらいあったのかなというものなんですけど、まあ、これまでってきたあそのカグラザメヘキサンカス、まあ、それとは、ね、特徴の違うハグを出すことができたんですけれども、まあ、あこの春から初夏にかけてやっぱりあの高いところの 一分しか掘ることができないんですけど、まあそこの比較的低いところを掘ればですね、コンスタントにこの刃を出すことはできてたんですけども、まあこんな感じで、えー、まあこんな感じですね。まあ、こんな感じで、まあ1回に1本くらいずつはまあこう出すことができてたんですけども、まあその中で光って、まあ珍しいのはこのクサンピロドでした。はい。はい、それ以外で珍しいものでいくとですね、はい、こちらですね。え、これ、刃じゃないの っていう感じがするんですけれども、まさしくこのですね、あの、大きな生物の歯に見えるんですけど、これはですね、あの、骨化石なんですよね。あの、もうこの歯にしか見えない形をしてるんですけど、まあ、あの、まあ、特殊な環境で、まあ、こういう風にね、えー、丸く尖った形に削られちゃった歯らしいんですけれども、 あのこ,のこの下のところですねこのように、えー、黒っぽく見えてるのが多分この骨の表面の部分だと思うんですけれどもそこまでのところが何らかの原因によって、えー、ここがこう削られちゃってまあこんなとんがり帽子の歯みたいな形になったようなんですけれどもんこれが歯だったらですね、えー、非常に見栄えのする稼ぎだったんですけどまあ ただののどっかの骨でしょうということいこまあ、骨はですね、あのー、この端ですね、この途中じゃなくてこう端っこがちゃんと出てないと、何の生物の何どこの骨だっていうのがちょっとね、えー、こう見極められないということで、こういうなんてゅうかあー、どこともわからないような形をしちゃってると、どこの骨っていうのがね、えー、こう、 見極められないということで、まあ、ただの骨ですね、っていうことになってしまいまして、まあ、ちょっと残念なあ化石になりましたね。まあ、骨としてはね、まあ、あの、化石としては、ま、こう、貴重なものなんですけど、んなんとも言えない、このね、えー、立場の化石になってしまいましたね、これね。はい。また、最近も、ま、こんな、た、え、ぶ、ー、これ骨なんですけど、うん、これもやっぱり、え端っこが出てないので、どこの、 骨かっちゅうの分かんないんで、まあ骨ですねっていう感じですね。はい。はい、というわけで、えー、初夏までの、まあ目星化石をちょっとご紹介したんですけれども、まあ4月以降ですね、体験発掘が、30名にこう1回の人数が制限されたわけなんですけれども、まあ、その、そんなに大勢の方がこう押し寄せるっていう感じは、まあ今までの週末はなかったわけなんですけれども、まあやっぱりですね、えー、日曜日は、 あの結構人が来ますんで、えー、例えば日曜日の午前中に、まあ、自分がこう参加して、まあ、午後やりたいと思ってまあ午後はあ基本的には午前中参加した人間は午後は参加できないんですけどまあ午後の体験博士の人数に余裕がある場合はあこうね、えー、参加できるということなんですけど、まあ、日曜日は結構ですね人がこう集まるので、えー、結構 その午前中のうちにも午,前午後もね、えー、いっぱいになっちゃうってことがあって、午後、日曜の午後はちょっとね、参加できなかったりってことが結構あったわけなんですけど、まあ、土曜日は比較的、えー、人出が少ないので、まあ、結構午前中の午後もできることが多いんですけど、ちょっとね、日曜日はさすがに人が多くて、えー、できないなということが多いですね。はい。で、まあ、路頭の整備についてなんですけれども、 えー、ようやく予算が降りたらしいんですが、えー、まだそのね、えー、どういう業者が作業をするとかいうことがまだ決まってないので、うーん、まあ、作業が終わるのはあと半年くらいかかっちゃうのかなという感じがして、まあ、今年中にはどうにかなるのか、ならないのかっていう感じで、まあ、竹ハクスの人数が元に戻るのは、 来年になってからっていう感じになるかもしれないですね。はい。というわけで、えー、春から初夏にかけての化石の総括でございました。まあ、あのー、一刻も早くね、え路、ー、頭の整備が終わって、えー、で、体験アクセスの人数が元に戻って、まあ、多くの方に、 体験アクトやっていただきたいっていうのがあるんですけども、まあ自分もやりたいですから、うーんそれを待ってるんですけれども、んいつになるかん、それがちょっとね、わ、えー、かりませんけども、まあしばらくはですね、30人の枠の中で体験アクトをですね、頑張っていきたいなと思っています。はい。というわけで最後まで動画でご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。えー、関連動画を再生リストから、よろしければ他の動画も見ていってください。 それではまた別の動画でお会いしましょう。